バケツをご用意ください。6リットル程度の容量のバケツの場合、水の量が十分で勢いもあるのでうまく流れます。流れる際にはボコッと音がする時があります。流れた後は水が上がらなくなるまでゆっくりと水を投入してください。2リットル程度の容量のバケツの場合、水の量が少なく勢いも弱いのでうまく流れません。ウォシュレット一体型便器の停電時便器洗浄方法。停電時に水を流すときは、便器に向かって左横奥のスッキリパネルを外し、パネル内の手動レバーを手前に引っ張ります。ピピッと鳴ってから手を離すと便器の水が流せます。詳しい説明はパネルの裏面をご確認ください。ウォシュレット本体の右側の手動レバーを取り出し、下向きに4秒以上引っ張ると便器内に水が流れます。乾電池は不要です。停電が復旧した際は排水管に汚物が停滞していることがありますので、必ず大洗浄をしてください。